JA、宇宙航空研究開発機構はあす種子島宇宙センターで予定していた H3 ロケットの打ち上げを強風の恐れがあるとして今月17日に延期すると発表しました。日本の新たな国産主力ロケット、H3 ロケットはあす午前10時37分の打ち上げに向けて種子島宇宙センターで準備が進められていました。しかしか、JA、は 今日午前、気象条件を確認した結果、ロケットの機体を移動してから打ち上げまでの間に強風の恐れがあり、打ち上げに向けた作業ができない可能性があるとして、打ち上げを今月17日に延期すると発表しました。打ち上げの時間帯は、17日の午前10時37分から44分ごろの予定で、JAXA は明日以降、改めて天候状況を踏まえて、 打ち上げが可能か判断することにしています。